はいどうもー、東京生まれ、ツイッター育ち、料理好きは大体友達なリュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、一品目がね、ちょっとね、うますぎてワインガブガブ飲んでしまって、本当にもう限界ラバーなんですけども、ほらもう今夏いじゃないですか、暑いが夏いじゃないですか。ということでですね、こいつです。なんだかわかりますか、これキューキャンバーですね。はい、キューキャンバー、これはもう夏の風物詩なんですね、もうね。こいつでご飯ガツガツ食える、もしくは、お酒ギョブギョブ飲める。しかもですね、もうね、調理工程2、3分です。そんなですね、もう最高に美味しいきゅうりのニンニクポン酢漬け、もうこれほんとね、ってかっと危ない、せいせいせい、まだ慌てるような時間じゃない。ということでですね、今回はきゅうりのニンニクポン酢漬け、もうこれほんと最高ですから、はい、しかもね、ほんとに簡単、今から作ってきます。リュウジのバズレシピ。はい、それではね、やっていきたいと思います。まずね、きゅうりの2本でこいつを、まずここね、サクッと、ヘタをね、切っていって、このヘタは、うん、うまいうまい、おいしいですね。あ、ちょっと待って、ごめんなさい、本当に大切な工程を忘れてました。すいません、僕としたことが、本当に大切なことを僕は忘れていました。ジャックダニエル召喚、あんなにあったジャックダニエル全然ないんだけど、これぐらいにしとくもね、ちょっとね、あまり酔いすぎると3本目いけなくなっちゃうからね。これ皆さん、今2本目ですからね、これね、1本目でもうちょっと結構ね、いい感じになっちゃった、ほら。ということで、じゃあ冷やしリュウジを作っていきます。あー、よし、ノルマクリア。ということでですね、これキュウリなんですけども、こうやってね、ピーラーで切っていくんですね。4箇所皮をむいておくんですよ。これね、なんで皮をむくか後で説明します。こうやって、そう、こうやってですよ。はい、でね、しましま模様にね、しましま模様のしまじろうにしていきます。で、余った皮はね、余った皮はちょっとここに入れていきます。はい、こうすることによってキュウリの夏の香りがね、ハイボールにつくんですよ、おそらく。でもほら、こういうのなんかどっかの居酒屋で飲んだことあるから、多分。ああ、おっとっとっと、夏だぜ。で、乱切りにしていきます。まあ、乱切りっていうのはね、こう切ったら、回してこう切って、回しながらこうやって切るやり方ですね。これね、これ大きさはお好みなんですけども、小さければ小さいほど漬け込み時間がね、短くなるんで、これぐらいの大きさだと一晩漬ければ結構美味しくなります。で、リュウジさん、なんであんなに酔っ払ってても手切らないんですかって、聞かれるんですけども、もし手切ったらカットしますからね、これね、お蔵入りです。だからもう死と隣り合わせね、皆さんは決して真似しないようにしよう。僕はね、酔っ払ってても料理ができるようにね、訓練されてるのでね、僕はね、皆さんは万全な状態でお酒ね、調理中飲んでいいですけども、たしなむ程度でお願いします。このチャンネルフィクションなので、決して鵜呑みにしないようにお願いしますね。このチャンネルフィクションでお送りしてる、実際の僕と、実際の僕と何も関係ありませんので、これはね、架空の存在なので。はい、だから僕がテレビに出てる、地上波に出てる時とか、ヒルナンデスで出てる時とかは、この僕は忘れてください。これフィクションですからね。はい、そんなことを言ってる間にね、切り終わりましたね、これね。ニンニク、僕ニンニク大好きなので、ニンニク今回ちょっと強めでいきますけども、そこまで好きではないな、ちょっと匂い、気になるなって方は、これをね、2辺にしていただいたり、1辺にしていただいたり、それはね、調整してください。はい、2辺だと結構ね、生のニンニクの香りがついて、ニンニク好きにはたまらない感じになります。こんな感じでね、よくね、潰しちゃいます。香りがよく出ますんでね。はい、こんな感じですね。で、そうしましたらですね、ここにね、全部ね、入れていくんですね。このジップロックね、ジップロック、タッパーとかでもいいんですけど、ジップロックの方が、浸かりやすいのでね、こういう袋状のものに入れてくださいね。はい、やっぱりさ、なんか酔っ払ってる方が喋れてるんですよね。これどういうことなの、多分ね、ほんと僕、一時期ユーザーさんにアル中って言われてて否定してたんですけど、もしかしたらそうかもしれない。
でも大丈夫です。僕はもうこの撮影以外はあんまり飲んでないです。家に一人いる時とかね、そこまで飲んでないので、まだ大丈夫だと思います。はい、毎日飲むといけないですよね。でね、これね、一番質問があるんですよ。この大さじ、小さじ、どこで売ってるんですかみたいな。これね、なんとか、なんとかキッチンっていうお店で売ってたらしいんですけど、あんまり覚えてない。これもらったやつなんですよね、僕ね。あ、これね、ポン酢はね、大さじ6ぐらい入れちゃいますからね。はい。だからね、皆さんどこにあったか分かったら、教えてください。一番問い合わせ多いです、これ。あ、足りましたね、6ね。はい。これはね、まだ使ってない状態なんですけども、だんだんね、塩分に使ってくると、きゅうりがね、しなっとしてきて、全部浸かるようになるんで、なるべくね、空気抜いてください。空気抜けたら、こうやって、パチパチ止めていきますよ。はい。で、こんな感じですね。これで、だいたいね、一晩で、ものしょい美味しくなりますよ。そして一晩漬けたものがこちらになります。はい、サンドクッキング美味しいですね。昨日シラフで仕込んだんですよ、これ。あ、ちゃんと全部使ってますよね、これね。これはね、きゅうりから水分が抜けていい感じに浸かるようになるんで、これね、今回の撮影楽ですね、仕込んでおいたから。こんな感じで、ね、こんな感じでいきましょうか。もうね、非常にね、いい感じ使ってるので美味しいと思います、これ。お好みでね、鷹の爪とかつけていただいても、おつまみにするんであれば非常に美味しいかなっていうふうに思いますね。はい。余ったこれはニンニクポン酢になってるので、なんだろうな、他の野菜つけても美味しいし、味玉をつけるとかね、これね。はい。まあ、もう全然料理した気になんねんですけど、こちらでキュウリのニンニクポン酢完成です。それではいただきたいと思います。はい、じゃあ、すかさずこれいただきます。おお、これマジでうまいぞ。僕キュウリってそんなに食わないんですけど、ね、このキュウリはマジでうまい。きゅうりの青臭さ全くないです。ニンニクの香りで味がもう中まで染み込んでる。もうこれだけで、うん、つけただけなのにね、このニンニク食えんのかな。ニンニクは食わなくていいです。まあ、食ってもいいけど、ちょっと辛い。いや、これほんとうまい。こんなに簡単でこんなうまくていいのかっていう。調味料2つ、材料1つですからね、皆さん。僕今お酒飲んでますけど、正直これ1皿でご飯 2,3 杯食えます。これキュウリで一番うまい食い方なんじゃないかな、これ。うん、これはほんと美味しい。で、今回2日間もいかないけど、2日ぐらいは漬けてるんですけど、結構ね、古漬けみたいな感じになってて味が濃いです。なんかこれお酒のつまみにも、ご飯でも全然いけます。味がすごいしっかりしてる。ポン酢をギュンギュンしてるね。これは美味しい。僕キュウリのレシピの中でもマジで一押しですわ。でね、最初ピーラーで皮むいたじゃないですか。これなんで皮むいたかっていうと、キュウリってね、皮からはね、水分がそんなにね、吸収されないんですよね。だから皮をむいた部分っていうのは調味料吸いやすくなってるんで、なので浸かりが早くなるんですね、皮むくことによってね。でも全部皮むいちゃうと、キュウリがなんだか分かんなくなって風情がなくなってしまうので、半分だけむくっていうような、ね、ことなんですね。なのでこれはね、本当に美味しい。もうこのキュウリフェスティバル、うん、うん、びっくりどんどんですね。なので皆さんも、これ止まんな、これ。あ、これ夏の晩酌はこれとハイボールですよ、皆さん。うん、焼酎でもいいかな。あ、金宮。うん、なので皆さんぜひやってみてください。ということで、今日のあれはいかがでしたでしょうかね。まあ、いろいろあると思うんです。もう本当にもうそんなに酔っ払ってお前仕事すんじゃねえとか、もういろいろ言われる。この間なんか漫画で指摘されてた、なんか漫画で指摘されてたけど、もうね、いい、もう飲んでいい。仕事をだって仕事、いや、その仕事できなかったらしょうがないけど、一応できてるので、
あ、仕事できる人は飲んでるね。あとあのなんか上司とかにごちゃごちゃ言われない人はもうちょっとあのね、あの大丈夫、テレワークとかだったらね、多分飲んでても全部バレないからね。ちゃんと仕事しましょう。あの僕がちゃんと仕事してるかどうかわかんないけど、多分美味しいものはつけてると思うんで、あれで、そういう感じで、もうなんかもう楽しくやっていきましょうね。楽しくないと料理は面白くないのでね。なので皆様このチャンネルを、このチャンネル皆様の応援がないと本当に潰されてしまいますので、皆さん本当にご協力お願いします。